はい。皆さん、こんにちは。チョーです。今日もですね、えー、このブロックチェーン Web3 業界の、えー、方をですね、お招きさせていただいてお話をお伺いしていくという会をやっていきたいと思います。今日はですね、えー、ブロックチェーンゲームのですね、スタジオを、えー、経営しております、えー、シンさんにお越しいただきました、えー。本当に本日はお忙しい中よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。で、今日はですね、えっ、ー、と、そのブロックチェーン ゲームのスタジオを経営されているというところと、あとはまあサイバーステラーというゲームをですね、リリース、ローンチされて、まあ、それに伴っていろんなご経験だったりとか、いろんなお気づきですとか、まあ、そういったことをですね、今日はいろいろと教えていただけると嬉しいです。でまずは、もしよろしければなんですが、あの新さんの自己紹介だったり、あの紫の,あの紹介なんかしていただけたりすると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。えー 私はですね、あの、まあ、新と申しまして、えっと、まあ、日本で生まれ、日本で育ち、で、大学海外に出たりとかしてですね、あの、今拠点はオランダになってます。なので、まあ、オランダで、あの、会社も登記してまして、紫という会社、オランダの会社になっています。はい。 ただ、あの、開発者は、あの、日本人が多くてですね、あの、紫という社名も、私、村田で、共同創業者が、佐々木という、あの、ポケラボを創業した人間でして、あの、モバイルゲームをですね、作ってきたメンバーが、まあ、日本人のメンバーが日本にいて、で、ゲームを開発しているような会社になっています。紫が好きなのかと思ってました。うん、はい、あの、<laughs> 紫も好きなんですけれど、村田と佐々木で紫になってます。ちょっと漫才コンビみたいな。 命名なんですけれど。はい。はい。ございます。そうですね。で、紫はですね、あの、2022年の2月にスタートアップとして、あの、オランダで始まったんですけれど、あの、そこからですね、サイバーステラというファーストタイトル、まあ、ブロックチェーンゲームスタジオなので、複数タイトルを作っていく形なんですけれど、最初のタイトルをリリースしています。で、サイバーステラ自体はですね、あの、まあ、非常に モバイルで遊びやすいものになってまして、基本的には、あの、今、オープンベータローンチみたいな形になっているんですけれど、あの、まあ、ネイティブトークンを使って、で、プレイしてですね、で、あの、レイヤー1トークンを、こう、報酬としてゲットする。まあ、今、アバランチ上で作っているので、我々のネイティブトークン、STL とかね、あの、MEXC に今上場してまして、で、遊ぶとアバックスがもらえるよと。 うんうん、いいような形になっています。まあ、これも、勝つ人はですね、あの50ヤバックスとか買ってる人もいるので、まあ、750ドルで、うんえー、10万円ぐらいですかね、はいあの。結構エキサイティングなあのゲームプレイになってますので、はい、興味ある方、遊んでみてください。ありがとうございます。ちょっと概要欄の方にリンクだったり、話していただこうと思うんですが、今回、この、まあ、授業というかあの、始めるきっかけみたいなものって何かあったんですか そうですね。あの、私自身は、あの、前回、前の仕事はですね、サッカークラブの運営に携わっていまして、でシントトロエデンというですね、あの、ベルギーのサッカークラブのビジネス部門の担当者をしていました。で、そこでやっぱコロナ禍でですね、えっと、売り上げが立ち行かなくなった時にどうするってなって、あの、ファントークンというものを、 発行しまして、でそこからまあクリプトの事業面白いなということで、いろいろまあヨーロッパのクリプトのコミュニティに入っていくうちに、あの会社を起業したというような流れになっていまじゃあ、もともとエンジニアだったとかっていうようなことよりも、まあ、そのサッカーの流れから、まあ、偶然というか、そういう形でクリプトに携わったということなんですね。はい、そうですねはい まあ、ゲームを作ろうと思ったきっかけはですね、あの、共同創業者の佐々木が、あの、以前私が働いていたスタートアップに、あの、エンジェル投資家として投資しまして、その際に2年半、あの、一緒に働いた経験があってですね。まあ、非常にあの、プロダクトとか、プロデュース能力が高い人だな、ということで、まあ、友人関係として関係続いてたんですけれど、まあ、彼は、あの、モバイルゲームの会社をやっていたので、私は、まあ、ゲーム作るのが得意ですと。 私の方はですね、英語で BD やるので、ブロックチェーン上にあのゲームを作りましょうかという形で始まりました。ちなみにこのサイバーステラっていうゲーム自体はどんなゲームなんですかねそうですね、あの結構、自分のキャラクターをこう育てて、で、まあ、育てていくうちに、このゲームのアセットがやっぱ手に入るので、この舞台はやっぱ200年後を舞台にしてまして、 で、この宇宙空間で星解飛行みたいなものが結構安価になっている設定になっています。で、まあいろんな星に行ってリソースを稼いでですね。で、その稼いだリソースを使ってまたキャラクターを強化した上でミッションというものに参加すると、うん、あの、なんかこのミッションが貼られてるんですね。このゲームでいうクエストみたいなものがいくつかあって。で、ゲームアセットを使ってミッションに参加すると、 あの報酬がもらえるスペースカウボーイみたいなあのスペースロマンを体験できるようなあのものになってましてで報酬も実際にあのもらえるというような、まあ、ゲーム体験ができるかなと思ってますゲームファイというか、まあ、このゲームブスリ3のゲームってすごくいろんなゲームが最近出てきてて、まあ、差別化とかあのすごく難しくなってるなっていうような印象があるんですけど何かそのあたりに ついてどういうふうに、まあ、捉えていたりとか、あの、チャレンジされているのかなと思ったんですけど、いかがですかそうですね。あの、成功しているゲームがいくつかあるんですけれど、私がベンチマークしているゲームが3つありまして、で、1つ目が、例えば、えっと、フランスで運営されているソーレアっていうファンタジースポーツの、うんうん、これゲーム、まあ、NFT を使ったゲームでして、超 昨年ワールドカップイヤーだったこともあって、オークションでの燃焼ボリュームが多分300億円以上あるんです300億すごいですね。そうですね。で結構その NFT 自体の価値っていうのは、あの、一時期から下がり続けてはいるんですけれど、まあ、ユーザーは増え続けていまして、でまあ、サッカーっていうコンテンツと、まあ、その更新性と、まあ、その えっと、まあ、ブロックチェーンをうまく利用して、NFT でこのサッカー選手のカードを作って、チームを組んで、毎週のリアルで行われる試合に応じてポイントが付与されたりするんですけれど、うんまあ、そういうなんか、コンテンツの更新性が外部にあって、まあ、ある種、この、なんですかね、ネイティブトークンとか、あまり複雑なエコシステムではなく、あの、ダイナミックな報酬体系になっているもの。っていうのが、まあ、一つ成功例としてあり、あるかなと思っています。 でもう一つポイントなのは、あの、Web3 とかクリプトネイティブな人たちだけをターゲットにしていないあのゲームタイトルがいくつか出てきてまして、で例えばその韓国のスーパーウォークがは、あの v e b 2 Earn の,あのタイトルなんですけれど、ベーシックとプロモードがあって、えっと、ベーシックモードに DAU6 万人います。 で、プロモードに DU6000 にいて、ベーシックモードっていうのは、歩いてもらえる報酬が Amazon ギフト券とか、うん、あの、交換サイトで使えるポイントだったりするんですね。で、ここから、あの、市場流動性のあるネイティブトークンを、あの、報酬として受け取りたかったら、プロモードに変換して NFT グッズを買いましょう。で、こう、ある種、なんですかね、あの、非クリプトの人たちが、 あの、ウォレットを作りに行くインセンティブを与えるような、あの、ゲーム設計。まあ、プロダクト設計になっているもの。こういうところは非常に成功しているので、まあ、そういったところをベンチマークしています。うん。面白いですね、今のモデルも。なるほど。だから、それらを、じゃあ、あの、ある意味、いろんなアイデアを、まあ、拝借しながら、えー、ご自身のプロダクトの、まあ、設計みたいなのをしていったということだと思うんですけれども、だから、そのコミュニティのでの、まあ、差別化について以前、 まあちょっと記事を見たことがあって、まあそのあたりについてちょっとお話をお伺いしたいなと思ってたんですけども。はい。あ、そうですね。ありがとうございます。基本的には、まあ最初コミュニティを作るときに重要なポイントっていうものがいくつかありまして、で、まあバックグラウンドした私はサッカークラブで、佐々木はゲームとか VTuber のプラットフォームの事業として運営していたので、あの基本的には、こう、 ものをあげて集めた人たちって結構この流動的になってしまうんですね。コミュニティメンバーとしては。例えばこのアローリストとかホワイトリストと呼ばれるようなものだったりとか、まあギブアウェイと呼ばれるもの。これってあの全然手段としてはすごくいいと思ってるんですけれど、あの基本的にはそこじゃないところで最初の100人をこうどう集めてくるかっていうところがまあ最初のコミュニティ作りのポイントになってくるかなと思います。 私もなんか最初人集まるか不安なので、海外のインフルエンサーとかにお金払ってやってもらったんですけれど、あの、持ち逃げされちゃったりとか、この。持ち逃げされちゃった。あの、あのお金払ったけどアカウント消されちゃったみたいなことがですね、あの、まあ、一回か二回あって、で、まあ非常に反省しましてですね、まあ物をあげて人集めるだけだと、マーケティングとは呼べないっていうのがあるので、あの、まあ最初は、 そうですね。我々のそのコンセプトペーパーと、こう、それを漫画にして公開して、で多言語翻訳して、まあ、いろんなところで広めていただき、まあ、そこで集まった人たちに、まあ、AMA をしていって、まあ、地道にこの、あの、最初熱狂してくれる100人を集めていったっていうところがありますね。うん。なるほど。はい、なんかその過程で、あのー、まあ、大変だったことを、 だったりとか、なんかあの、うまくいったことだったりとか、なんかいろいろと、もし教えていただけると嬉しいです。あ、そうですねと。大変だったことは、やっぱり隣の芝生は青いっていうのがありまして、あの、同じ時期に始めたプロジェクトが、まあ、俺と3000個アローリストで集めてたりするんですよね。うん、で、我々、まあ、500個しか NFT 販売時期に集まってないとかあって、で、 まあ、時期も時期で、あの、創業してすぐ、あれですね、あの、ルナのショックがあり、アクシーでハッキングが起こり、で、私、我々が NFT をプライベートセールする最初の日に FTX がチャプター11申請したんですね。<laughs> だから、あの今、コミュニティに当時から残ってらっしゃる 皆さんってちょっと顔つきが違うみたいなところは。王者がいるんですね。そうですね。そういうなんか視況的な大変さはあったのと、やっぱり、あの、ものを上げてやっぱ人を集めてるプロジェクトとかは、あの見た目上やっぱりアローリストとかに人がすごい集まってくるので、あの、隣の芝生は青,青いなと思うんですけれど、良かったことは逆に言うと、あの、我々、 一応、NFT1500 個、チャプター11、FTX がチャプター11申請したりとか,かる、1500枚こう、さっと売り切れたんですよね、うんあの。ただ、ウォレット3000個集めましたって言ってたチームは、1000枚売り切れてなかったりとかっていうのがあるので、健全なコミュニティ作りがあのできたかなっていうところは、良、まあ、かったかなと思いますね。うん な健全なコミュニティって NFT 売る前は分かんなかったっていうような印象ですかそれか何かでその自信は実はこういうところではあったみたいなのはあるんですかねそうですね。あのファンコミュニティ作る分野ってやっぱりその日本人が非常にこだわってやってきたところであると思うんですよね。 韓国人もそうですけれど、アイドルのファンコミュニティとか、あとやっぱ、アイマスとか、ウマ娘とか見ても、やっぱ熱狂が、やっぱりすごいなと思ってまして、うん、でやっぱりそ,のそこに関しては、まあ、曲と日本、韓国の方が、あの、北米だったり、ヨーロッパの、えー、ヨーロッパのプロジェクトより知見があるんじゃないかっていう仮説はもともとあったんですよ。 なので、あの、ま、少なくても熱いコミュニティをきちんと作っていく部分っていうのは、あの、最初から、ま、一定ポリシーとしてはあった部分ではありますね。うん。あと、ま、なんかその、ゲーム出して、ただ単になんか人が集まってくるっていうようなこともないかったでしょうし、あとはコミュニティを、が勝手に盛り上がるっていうことも、あの、まあ、ないんじゃないかなと思うんですけど、なんかその施策みたいなのは、いろいろとトライしたりはしたんですか そうですね。あの、最初世界観から入っているので、まあ、漫画とか、あの、そうですね、コンセプトペーパーを読んで入ってきてくれた方に、じゃあ実際にゲームで、ゲームの中で使用される惑星の名前を付けてください。設定も考えてください。とかですね。で、その惑星で取れる、例えば、えー、リソースだったりとか、あの、 なんですかね、その惑星、どういう惑星で、どんな場所があって、スペースステーションのうなってるのかとか、そういう、なんから毎週イベントを何かしらやっていってですね、あの、設定を考えてくれたりとか、あと AI で画像を生成できたりするので、この惑星の風景を考えてみてください、みたいな形で、うん、ある種、本当にあの、コミュニティメンバーと一緒に、あの、ゲームタイトルを作っていくような、あの、疑似体験をですね、 プロデューサーとしてやっていただいたっていうのが、まあ、イベントで工夫してきたところではありますね。うーんなるほど。なんか他の、まあ、いわゆるその BCG って言われるようなゲームとかって、まあ、コミュニティっていうか、なんかそのプレイしてる人たちが、まあ、集まってる雰囲気っていうのはディスコードの中ではあったりはするんですけど、なんかそれとかなり違う性質の、まあ、本当にコミュニティみたいなものができてるなっていうような、まあ、印象をすごい受けましたね。うん。ありがとうございます。はい。 なるほど。ありがとうございます。あと他、今のユーザーとかっていうのは、どういった人たちがどういった国から集まってるんですかそうですね。あの、日本人がマジョリティではあるんですけれど、あの、それでも20%程度でして、うん、はいと。結構いろんなところから来てます。トルコ、中国、ベトナム、韓国。あと、数は少ないですけれど、スペインとかフランスのコミュニティも結構厚くてですね。 うんはい。ただやっぱり日本人の購買力っていうのは、あの、すごくて、えー、20%しかいないんですけれど、まあ40%、45%くらいは日本人の方に買っていただいているような形になってますね。これは、その NFT っていうものへの、まあ、理解っていうことなのか、コンテンツへのその、なんていうんですかね、あの、慣れっていうものなのか、どういうところから来てると思いますか そうですね。日本人は、日本人、韓国人は特に世界の中でも、あの、コンテンツ課金が非常に、一人当たりのコンテンツ課金が非常に多い民族として知られていまして、例えばそのゲーム市場ですね。一般的なゲーム市場でも、あの、日本って世界第3位の,あのゲーム市場なんですね。アメリカ、中国に次いで。なんですけれど、一人当たりの、あの、アクティブユーザーごとの課金額に直すと世界一なんですよ。 えー、そうなんですか <laughs> そうなんです。<laughs> なんです <laughs> はい。なので、あの、非常に、まあ、ゲームに限らずですね、あの、例えば、その、推しっていう概念があるじゃないですか。うん、で、えっと、海外は、その、推しに比例する、あの、概念がなかなか成長しないんですけれど、推しに対して投げ銭をするみたいなところ。で、やっぱり日本から発達していって、それで VTuber 市場とかも、 世界で日本が一番大きいんですね。うん。そうですね。<で>はい。あちょっと雑談になっちゃうんですけど、あの、VTuber って、例えばその50人ぐらいファンがいれば、あの、毎月ご飯食べれるんですよ。あの、<laughs> 50人 ?50 人で売り上げ200万円とかあるんですよ。<laughs> ええー。月の売り上げ。はい。すごいですね、それ。 すごいですよね。だから、推しに使う金額だったりとか、好きなものに使う金額っていうのは、なんか、日本、韓国は、未だに世界ナンバーワンの市場でしてで、先ほどの話にもつながるんですけれど、それはやっぱりそのファンコミュニティだったりとか、あの、なんか好きなものを尊いと思う気持ちと、その尊いと思ってくれてる人をどうマネージしていくかっていうノウハウが、やっぱり他国に対しては溜まっていて、 日本人ファウンダーは結構ここに対しては優位性があるんじゃないかなと思ってますね。うん、まあそこへのそのカルチャーへの理解とか、そこに対してのそういう、はい、まあ短さっていうところがやっぱり、その感覚は分かってるからってことですかね。そうですね。はい。え、面白いですね、それは。全然そういった背景とか知らなかったんで、50人で、はい、まあ、あの一、一人一例だと思うんですけど、ご飯、はい、食べていけるなんていうのはすごくなんか新しい発見でした。そうですね。はい。 ちなみにその他のいろんな国からもコミュニティメンバー集まっていると思うんですけども、それはどういうふうに、まあ、集まってきてくれたというか、獲得していったんですかそうですね。あの、国ごとに攻略法を考えて、パートナーと一緒に獲得していきました。でよくあの、海外ってマーケットとして一括りにされがちなんですけれど、例えばその、韓国のマーケットと中華圏のマーケット。 で、例えば台湾のマーケットとか、すべて攻略法が違ったりするんですね、うん。えっと、例えばそのトルコは、我々のアドバイザーに、あの、トルコで有名なメディア、兼 VC のムハビットっていう、この創業者がいるんですけれど、創業メンバーの人間がいるんですけれど、まあ、彼と一緒に漫画を翻訳して漫画のサイトにこう載せていったりとか、あとは、 そうですね。あの、ムハビットで、まあ、記事を書いてもらって連載したりとか。うん、で、まあ、そういうところでですね。まあ、コインテレグラフトルコ版とかに私のコラムが載ってたりするんですけれど。えー、<laughs> すごいですね。そうですね。なんか、そういうところでですね、あの、結構プレゼンスがあって、で、以前までその、まあ、第二の勢力としてトルコっていうものがあって、うん、で、そういう、まあ、あの、なんでトルコから来た人って、あんまりクリプトのウォレット持ってなかったりするんで、ウォレットの作り方から。うん 説明したりしてました。トルコといえばすごくもうクリプト進んでてみんなオレットでも何でもかんでも持ってるのかと思ってましたけど、そういう感じでもないんですね。持ってる人の割合は多いですね。うん、はい。インフレがすごかったり、リラが不安定だったりするので、持ってる人の割合は多いですけれど、まあ、その中でも持ってない人も結構いらっしゃるみたいな状態ではありましたね。うん、なるほど。あとなんかすごく印象的というか、あの、AMA の数が 本当にすごく異常なぐらいやってるような印象があるんですけど、これは、だから体力もかあのすごいなと思う一方で、そのアレンジだったりとか、まあそれを実際にやっていってるような、その日本人っていうことだけじゃなくて、そんなゲーム運営者か経営者っていないなっていうのが <laughs> あるんですけど、それどういうふうにやってってるんですかそうですね。あの、まあ、各言語圏にパートナーがいまして、 えー、先週もフランス語でやらせていただいたんですけれど、あの、まあ、韓国語はテレグラムであったり、中国語は、あの、ディスコードで通訳をつけてやっ、やらせていただいたりとかですね。おそらく多い時で月10件ぐらいいろんな AMA があって、で、まあ、各言語で、あの、やらせていただいているんですけれど、まあ、AMA って基本的には、あの、運営のポリシーを伝えたりとか、新しいアップデート。 あとは今後の方向性みたいなものをこう伝えていく機会ではあるので、まあ、これをやらない手はないなっていうのと、うん、私やっぱコードが書けないし、あの、まあ、高度な、なんですかね、このマーケティングスキルがあるわけではないので、やっぱりその喋って伝えていくところで、あの、まあ、コミュニティのメンバーが、まあ、サイバーステアってこういうプロジェクトだよねって共通認識を持っていただくところに、まあ、なるべく、 ファウンダーとしても時間を割くようにしてはいますね。うん。なるほど。ありがとうございます。なんかその、ファウンダーとして、まあ、最終的にいろいろ取り組まれている中で、まあ、差別化としてすごく重要だなと思ったポイントとか、あの今ちょっといろいろとお話しいただいたと思うんですけど、まあ、その点についてちょっとあの簡単に教えていただけると嬉しいです。 そうですねあのいろいろ話させていただいたんですけれど、えっと、特に日本人ファウンダーの場合は、まあファン、日本のファンコミュニティの知見をあのきちんとラーニングしてで、その知見を生かしていくのがいいんじゃないかなと思っています。で、えっと、もう一つは、やっぱりその日本マーケットって魅力的ではあるので、あのついつい日本マーケットに日本人ファウンダーの場合はあの、ずっと行きがちではあるんですけれど。 うん、結構あの狭いパイロの取り合いみたいになっちゃうあの可能性もあるなと思ってまして、例えばそのね、あの大企業さんがすごい大きい IP タイトルをドンって出してきたら、まあそこに全部持っていかれちゃうみたいなこともリスクとしては存在していると思ってまして、結構その、まあファウンダーとかマネジメントメンバーが人頭指揮とって、まあ地域軸を広げていくことっていうのは大事なんじゃないかなと思いました。うん、なるほど。ありがとうございます。 まあすごく今のところについては、あのゲームをリリースするオンチ、する前、するところっていうところからあの、コミュニティを作っていくっていうところですごく日本人だけではなくてゲーム業界の方たちがすごくまあ注力しているかつ、すごく、なんていうんですかねあの、なかなかうまくいってない人たち、まあ、タイトルもあったりとかするので、すごく僕自身もあの、なんかいろんなことが言語化できてすごく勉強になりました。います